ちょっとダブってるやん。何今の。うまっ、うまっ。僕らを下に下げて自分がモテようとしてるっす。はい、皆さんこんにちは、藤井翔です。今日は、なんとゴルフの打ちっぱなしに来ています。まあ一人じゃなくて、後輩2人連れて来てるので、まずは後輩の紹介から、行きたいと思います。はい、後輩2人です。パナソニックの後輩です。パナソニックワールドナイツの友田祐介です。硬くない？皆さんこんにちは。緊張します。はいはいはい。パナソニック体当たり部門担当、藤井翔太です。これから体当たり担当にしてくれるの？分かってます。さすが、若手の勢いすごいね。季節全部やるんで。マジ？季節全部やります。じゃあゴルフ、まあ、今日やるってことやねんけど、どう？2人は経験はあるの？僕と翔太は何回か。あるんですよ。ラウンドは回ったことあるの？あ、ないです。あ、ないんや。あ、じゃあまあ、こっからやね。こっから徐々に徐々に成長していこう。あ、見せたい、成長していく姿を見せたい。3人で見せたい。じゃあこのゴールは、まあ、コースを回りに行くと。そうですね。という。あわゆくはプロになりたい。ラグビー選手がでプロやのに。セカンドキャリア。いや、勢いあるね。じゃあとりあえずそんな形で、今日は、まあ、プロラグビー選手がゴルフしてみたみたいな感じでやっていきたいと思います。はい、この3人でやっていきます。じゃあ記念すべき第1投目、ドライバーで行きましょう。ドライバー、はい、行きましょう。だいたいドライバーでね、分かるからね、センスというもの。うん。あー、右行った。あ、右行った。これはもういいショット出るまで帰れないやつ。おおおお。あのさ、あのじゃあさ、練習じゃないから、黙々とやるんじゃなくて、なんか一球一球感想ちょうだいよ、ちょっと感想。そう、いや、なんか黙々と打ち続けやろ。ちょっとテレビ慣れしてないな、これ。ちょっと荒らすだよ、どうですか。翔太どう、これホーム。ダメ。どこがダメな、教えてよ。全部ダメ。プロゴルファーすごい。いや、それはそうよ。それはそうよ。だって俺だってまっすぐやってるつもりだもん。あー、低いね。いあ、でもまっすぐ飛んだらいいんよ。けど上に飛ばない。ここ行きたいじゃないですか。いや、まあそれ、まあまあまあ、いや、まあまっすぐ、そろそろいい。あ、わかりました。はい、すいません、すいません。なんかトコタのお尺が長すぎると。後輩からのお願いします。なんかショートだけ待って、手袋つけてるけど。まあなんか、まず強くないし、青くないし。確かに。そこから気入ってないと。自信しかないっす。じゃあ、でお願いします。はい、え、何それ、何で打つの。これはアイアン、7番アイアン。7番アイアン、はい。いつどこで使うか分かんないですけど。まだそのそのレベル。僕のお気に入り。お気に入り。はい、お願いします。いいよ。ちょっと待って。ちょっと待って。癖バリ強くない。え、癖が強すぎね。とこだ、バリクセ強いね。ひしゃげてるな。なんか左肩が内に入り込みすぎ。横から撮ろう。かっこいいフォームで行こう。打つなら。打つとはいかない。環境の選手。俺じゃあちょっと笑わない。怒ってます。全部上に行かなくて、難しい。全部下に行きます。多分ヨシさんは一人で違うから。そんな、いや、俺もそんなあれよ、上手くないよ全然。まあ、とりあえずじゃあ俺の取ってくる。じゃあ後ろから取りますか。おお、素振りはいいね。どう翔太。ほら、やっぱ下行くんだって。おお、えぐい、えぐい。250ぐらいまで行った。いや、今あれぐらいだったら全然いいんじゃないですか。
ち行った。どうですか、やってみて。んどんな感じですか、今。いや、まあ、なんかね、ちょっとこれ、ここでこねる癖があるから、はい、できるだけここの、こう。ああ、伸ばした状態で。そう、ここができる指示が、平野翔平が出てるので。出た。大親友。大親友、平野翔平さん。確かに。そのレベルで、あの、来たくないって言ってたから。ああ、なるほど。まず、確かに。そう、先生に。あの人は初心者じゃないからな。いやけど音はすごい、全然翔太と音は違う。確かにそっか、9番いきましょう。9番。いや、ちなみにこれ何使うか分かりません。どのタイミングで使うか。ダフってるやん。ダフっとるやないかい。ちょっと待って、ちょっとショート持って。うまっ。 なんかずるいな。ずるいな流れが。おかしいね。アイアンはね、ちょっと自信ある。あれ違うボールできた。うまっ。なんか結局僕らを下に下げて自分がモテようとしてるっす。ゴルフを通して悪いとこ出てるな。悪いとこ出てる。悪いとこ。マジゴルフ通してモテようとしてますね、ヨシさん。二十歳の僕からしたら分かりますよ。見逃しませんよ、僕そういうの。福井さん、もうなんか俺後輩から言い寄られてるわ。僕そういうの見逃しませんから。厳しいね、ちょっと厳しいね。いやでも翔太、次何で打つの。ゴルフといえばこれ、ドライバー。ドライバー。お、行こう。何今の。今の何関係すぐ関係のせい。全体的にさ、ホーム弱いわ。いやでもホームはプロ感出てるよ。基本内股なんですよ。やめよう。環境のせいにされる。高さをヨスさん勝手に変えたんですよ。あ、俺が高さ変えてしまった。これもともと35っすか。あ、そうなんや。ごめん、狂わしたね。完全に狂わしたね。悪いとこ出たね。さあ、行きましょう。ちょっとこうね、ちょっと待って横から映してみよう。はい。全然ダメですやん。いつもと違う。どう違う。全然違う。やりづらい。やりづらい。直属の先輩とはやりづらい。緊張するよね。いつも違うの。こんな感じじゃないの。全然もうスパンとか。あ、マジ。素振り、あ、空振りなんか見たことないですよ。マジ。ちなみに何だ今日プーさんみたいな服装着てる。今日はちょっと可愛く行こうかな。あ、そうね。はい、じゃあ行きます。まっすぐ飛ばす距離。おいおいこういうこと。いいよ。これも帰っていい。いいやん。気持ちくなってるやん。お、やば。急にパワースタイルに変えてきた。お、やば。めっちゃいいよ。急に飛びさ、右足っそ。右足、僕さっきまでこうやった。右足こうっそ。右足見ててください。
こでも右行ってきたけど右足全然おおいいよいいよめっちゃまっすぐおいいよいいよおいいいいめっちゃまっすぐめっちゃうまいよえ僕のアドバイスを右足っす右足、ね、はいマジ大事っす今ちょっと翔太が最下位はい余裕でダントツの確かに。よしさんつけてます？つけてる。あららら。下打ち。ああ、上打ってますね。ね高いね。出たよしさんの高い。いやそれ低すぎでしょ。21？僕35っすよ。常にアイアンに近づけてるね。一緒っす。皆さん打球一緒っす。え、ドライバー部門僕1位でいいですか？今トムさんドライバー部門1位。アイアン部門じゃあヨシさん1位でいいっすよ。この人ですか今。なんかこれぐらいで打てって平野翔平から言われてる。あれ？あれ今日翔平さんは？今日欠席。一番いるでしょ。一番いる。初回とかいらんのですよ、ね、ああ、なるほど、コースで呼べと。いやいや、一緒っす。絶対低いっすって。最初からできる人はいい。P でいきます。お、P ね。 P は、なんかまあちょっとこう、グリーンに乗せる感じ、多分あの、50のグリーン狙ってみよう、じゃあ。おお、いいじゃん、いいやん。あ、でも、うん、あれ、言ってたっけ？7番とか言ってなかった？あ、B なんや。 B なんや。あ、いいね、いいね。あれ？ 50 っすね。50 まあまあまあ。おい、うまい。お前ピンにだいぶ自信持ってるね。いいよいいよ。3回に1回されちゃう。あ、無理だ。いやでもいいんじゃない？だいぶいい。本当ですか？ちょっと安心な表情出てるけどね。ピースですね。ピースですね。それ何のあれ手袋？アリアスの手袋。お前アリアスの手袋つけてんの？アリアスの手袋です。いいですね。ちなみにこれも1枚なので。さすが。それ紹介してなかった。これは借りてますから。そう。僕たちは今まだちょっとこの持ってないんで、翔太にこれ借りてます。はい、練習終わりました。終わりました。どうやった？まあ、ドライバーも結構受けてたんで。確かに結構受けたね。一番上手かった。一番上手かった。まあ、ドライバーのトコタ、はい、P の福井、アイアンの藤田って感じだったね。P の福井でアイアンの藤田って僕取り込まれてません？確かに。絶対負けるじゃないですか。確かに。個性はない。特化しすぎでしょ。個性はない。あ、でもなんか、あの、ショートが結構手袋とか、自前でいろんなもの持ってる割には大変しなかったって感じだったね。まあまあ、でも、あの、ね、そういう、こう、上手い方に、あの、コメントでね、もっとこうした方がいいよっていうのをいただいて、それを次に反映して上手くなるように頑張っていきましょう。ね。はい、あの、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次の機会にお会いしましょう。さよなら。